本日は、ブレイクダンスの基礎の、レクチャーをしていきたいと思います。ブレイクダンス、トップロックだったり、アップロックとか、フットワーク、パワームーブ、フリーズ、いろいろなね、項目がね、あるんですけど、本日はフットワークを、レクチャーしていきたいなと思っています。フットワークなんですけど、基礎として6ステップ、5ステップ、4ステップ、3ステップ、2ステップ、1ステップ、この6種類のステップをまず一番最初に覚えていくんですけど、いろいろな説があるんですけど、このなんかフットワークは、ただのステップとかではなくて、ブレイクダンスをやるにあたって、やっぱりブレイクダンスってすごくアクロバティックな動きが多いんで、怪我しやすいんですよね。で、その怪我を予防するためのステップで作られたっていう、なんか一つの説があるんです。いろいろ説があるんですけど、なのでやっぱり一番最初ブレイクダンスを始めるにあたって、やっぱり回りたい人もすごく多いと思うんですけど、まずはこちらからやっていって、体をしっかり作っていって、怪我のないようにブレイクダンスしてもらえたらなと思うので、こちらをレクチャーしていきたいと思います。よろしくお願いします。それでは早速レクチャーしていきたいと思います。フットワークですごく大事なんですけど、この形、この体勢がすごく大事で、そうです。このかかとの上にお尻を乗せる。ウンチングスタイルみたいな感じかね。うんちしてるような。なんか、ヤンキーはこうじゃないですか。かかとついてるやつ。で、ブレイクダンサーはこっちです。かかとの上にお尻を乗せる。まずはこの体勢を覚えていきましょう。これすごくフットワークで大事なんで、まずこちらで30秒キープできるかどうか。これでバランスをとって、これグラグラしないようにしっかりドスッと構える。そうです、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 そうです。で、ちょっとここからなんですけど、ロシアンステップって、ロシアのこのコサックダンスってあるじゃないですか。ここから取られたロシアンステップっていう、ステップがあるんですけど、これでこの足、この形のキープだったり、この形になれるためのトレーニングがあるんですけど、そちらもちょっと一緒にやっていきましょう。こちら、この体勢、まずこちら30秒ぐらいね、止まれた人は次のね、この段階に行きます。こちらから右足を出します。で、この時に大事なのが、今両足で立ってるからバランス取れるじゃないですか。だけどこれ片足になったら、そのままこう落ちちゃうじゃないですか。落ちちゃうから、この時に大事なのは、右足を出した時に体重移動、左に体重をちょっと乗せてあげる。左に体重をちょっと乗せる。そうすると軸が真ん中になるんでバランス取れます。で、反対もバランスを取る。反対、バランスを取る。反対、バランスを取る。反対、バランスを取る。これを1カウント8ビートで1、2、3、4、5、6、7、8、これでいきます。5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8で、また元に戻します。こちらロシアンステップなんですけど、まずはフットワークやる前に、こちらでまずこの体勢になれることがすごく大事だと思うんで、まずはこちらちょっと練習してみてください。できたら今の1-8なんですけど、僕のレッスンでよくやるのが、これを8-8 結構きついレッスンになると、これ8-8を3セットやります。なので、ちょっと皆さんもね、真似できたらしてみてください。8-8を3セット結構きついんで、でもその子早く上手くなるんで、絶対早く上手くなった方が絶対いいと思うんで、よかったらやってみてください。まずはこちらロシアンステップのレクチャーでした。まず6ステップからレクチャーしていきたいと思います。6ステップの一番最初、こちらね、やり方2つあるんですけど、まず1つ目のやり方、まず一番最初この形からスタートしていきます。この時にガニ股にならないように、後ろから見ると内股を意識します。これガニ股にならないように、内股でしっかりやっていってもらいたいと思います。で、この時に横から見ると
頭が一番上になってるのが理想ですね。これが腰上がっちゃうとすごくダサいじゃないですか。これ結構ダサいですよね。なんで結構腰を落として内股で頭が上に来るように、この後ろの体勢の時ですねを意識してください。それではいきます。まず見せますね。6ステップ、1、2、3、4、5、6、1、2、3、4、5、6、こちらレクチャーしていきます。で、まず後ろのこの形から左足を前に出します。1で手は上ですね。この時足しっかり伸ばしましょう。で、2でこちら曲げてる足を寄せます。2で、3で足戻します。3、4で右足を外から回して伸ばして回してきて足をかけます。4、これフックって言われるんですけど、足をフックね、かける、これね、ブレイクダンス用語なんで覚えてください。4で、5でこちらの左足をそのまま後ろに出します。5で、6でこの右足を後ろに出して元の位置に戻ってきます。こちらが6ステップとなります。1、2、3、4、5、6、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 1、2、3、4、5、6。で、先ほど6ステップ2つの種類があるって言ったんですけど、こちらは後ろのタイプ、後ろからスタートするタイプと前からスタートするタイプ。この前からスタートがトップロックをこうしててドロップをしてここからスタートする場合がやっぱ前からも覚えておいた方がいいと思うので、前側からスタートする6歩も教えていきます。先ほどこの1、2、3、4、この4歩目が1歩目になります。まあ、簡単に言うと、ここのブレイクのね、このかかとの上にお尻を乗せる、このところからスタートしていって、右足からスタートしていって、1、これもそのままかけに行く、めっちゃダサいんでね、遠くから右の方に伸ばしていってからかける、1、2、左足後ろ、3で右足後ろ、3、で、4で左足前、4。で、右足近づける5で6で元の位置に戻ってくる。こちらが、前からのバージョンの、6ステップになります。それではやってみます。こちらから1、2、3、4、5、6、こちらが、前からのバージョンの6ステップとなります。こちらも、合わせて覚えていってください。1、2、3、4、5、6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 。こちらが6ステップとなります。